年収80億大谷さん、家賃安すぎる。以下記事の引用、ベイスポーツライターによると、年収80億を稼ぐ大谷翔平の家賃は月約50万円だ。もう皆さんもご存知の通りに、ご本人が豪勢な暮らしに全く興味がないのです。プライベートがしっかり守られて、心身を癒すことのできる設備があれば、それで十分なようですと話す。50万円で質素。カリフォルニア家賃高いらしいから、そこまで高級じゃないかも。メジャーのスーパースターなら、セキュリティとかも考えたら、月100万200万でも、安いくらいちゃうか。一般庶民の質素と、80億円の質素を一緒にするなよ。まあ俺らの住む、ワンルーム2万、6000円の部屋とは比較にならんわな。家賃50万も、大谷さんにとっては、うまい棒1本くらいの値段だろうな。今季オフには、1000億兆の契約結ぶんだろ。すげえな大谷さん。将来はヒノキ風呂か、札束風呂だろ。ニューヨークだけど、小室夫婦のワンルームマンションの家賃は49万円。小室家殿下と同じ家賃やんけ。ニューヨーク、マンハッタンの平均家賃が54万だからね。ロサンゼルスは、そこまで高くないけど、年収86億で50万は、質素だろうね。月の家賃は、月手取りの3分の1を、目安にしましょう。シーズン中の私生活は、体作るためにトレーニングして、飯食って寝るだけらしいから、マジで金使わないんだろうな。コンパクトな家の方が何かと、生活しやすいからな。無駄に広いとメンテが大変。常に家にいない、一人暮らしならそう思うわ。一平も近所に住める程度の家賃じゃないとダメなのが真相やろ。アメリカでセキュリティに金をかけ出したらキリがないが、50万は安すぎて心配だわ。ボディガードも雇ってないと金持ちは狙われるだろ。変な男が来るより女が来る方が恐怖かもしれない。セキュリティといえば、あっちの金持ちは自衛のために銃とか普通に持てるもんなのかな。もっとも大谷はボール投げて泥棒とか撃退できそうだけど、セキュリティ的にゼロ一つ増やせ。渡辺直美がニューヨークに住んでた時は年間7000万の家賃を払ってたらしいが、大谷もそのくらいのとこ住んでもいいんじゃないか。大谷は塩パスタをうまいうまい言ってグッて WBC のチームメイトにドン引きされるレベルやで。野球以外マジでどうでもいいらしい。50万ってことは、つまりワイらの金銭感覚的に家賃500円の家に住んでるってことか。1000万円ちょうだいって言ったらポンとくれそう。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。